Welcome back to One Piece Odyssey. Let's continue. これを。炎の巨像じゃねえか。かなり遠くを飛んでるから大丈夫だと思うけど、用事が終わったらしばらく内海には近づかない方が良さそうね。ウェザリアの風車にそっくりだわ。空島と同じ史跡。ワフルドが空島だったことは。それならやっぱり落ちてきたんだな。とにかくこれでここが元空島だってことがはっきりしたわ。さあアディオのところに戻りましょう。なるほど、リムってのはそんな不思議な力を持ってんのか。俺はまだ喋ったことねえが、どんなやつなんだ。そうね、得体の知れないところはあるけど、根はいい子だと思うわ。見ろ、アディオの近く、リムが戻ってきてるみてえだ。リム、どうしたの？瓶の水晶玉がなくなってる。どこかで落としたのか。わからない、気づいたらなくなってたの。瓶の中身だけ消えちゃうはずはないのに。蓋をしっかり閉めてたってんなら落としたわけじゃないのかもな。とすると誰かに盗まれた。よいさどもなら可能じゃないか。瓶から玉を抜き出すくらいお手のものだろう。あいつらどこにでも入り込めるからな。確かに彼らならできるかもしれないけど、ヨイさんがそんなことをするなんて考えられない。まああくまで可能性の話だからな。奴らが犯人だと言いたいわけじゃないさ。他に手がかりもないし、探してみてもいいんじゃない。そうね、会いに行く価値はあるかも。あの水晶玉をなくすわけにはいかないから。あれはあの子から預かった大切なものだもの。じゃあ行くか。面白猿から玉を取り戻そう。猿が奪ったと決まったわけじゃねえって。話聞いてたのかよ。出会い頭に手出したりしないでよ。あなたたちもついてきてくれるの？私の水晶玉を見つけたってあなたたちの力が戻るわけじゃないのに、どうして？ルフィがあなたを助けてあげたい理由はとても単純なものよ。きっとすぐにわかるわ。でも一緒に探してくれるのはいいけど、手がかりもないのにどうするの？あ、そういやヨイさ、どっかで見たぞ。私も見たような気はするけど、それってどこだったかしら。お、この辺、ヨイさん。あ、早速猿がいたぞ。こいつ何か知らねえかな。俺が話を聞いてみるよ。なあなあ、リムの水晶玉がなくなったんだけど、知ってることがあったら教えてくれないか。俺じゃない、リムから取るなんて怖いことできない。昔リムを怒らせたヨイさ、瓶に詰められて海に投げられた。犯人は多分そいつ。雷鳴の遺構の近くでいつも遊んでるって言ってるけど、ティム、
そんなことしたのか？してない。私が怒ったら瓶に隠れて逃げてっただけ。こいつ見てただけなのに、よっぽど恐ろしかったんだな。だが一度そんな目に遭ってんなら、次も怒られるぐらいじゃ済まねえと理解できそうなもんだが。そうね、何か別の事情がありそう。とにかく雷鳴の遺構に行きましょう。よし、行ってみようぜ。いざ。なんでだよ、そんなことしねえよ。いざ。おい、こっちでいいのか？ああ、雷鳴の遺構はこの先だ。何かあるわね。さて、よし。それにしてもおめえ、怒らせると怖えんだな。やめとけフランキー、お前も瓶詰めにされちまうぞ。だからやってないの。リムちゃんの水晶を盗んだっていう猿だな。チョッパー、なんて言ってるのか聞かせてくれ。まだ取ったと決まったわけじゃねえから落ち着けって。こいつなんか怯えてるな。俺じゃない、リム怖い、ビンも海も怖いってずっとビクビクしながら言ってるぞ。すっかりトラウマになってるみたいだな。俺たちリムの水晶玉がどこにあるか探してるんだけど、お前いさおいさ。他にも犠牲者がいたのか。そいつも多分トラウマになってるぞ。私は怒っただけよ。眠ろうとすると急にうるさく騒ぎ出すんだもの。うるさいって言ったら勝手に木の上に逃げていったの。いさまたビクビクし始めたぞ。トラウマが蘇ったんだな。もう勝手に人を怖がらないで。それでその子だけど今はどこにいるの？こいさ。そうか、じゃあ次はそこに行ってみるか。待って、やっぱり何か変よ。なんだかリムが怖いと私たちに思わせようとしてるみたい。ええ、確かにそうね。そうか、よくわかんねえな。
そういや、サニー号を修理してる時、砂浜をちょろちょろしてるやつを見かけたかもな。よし、じゃあサニーんとこ行くぞ。ほいっと、おっとっと、ほいっと、おっとっと、はっ、おっとっと、おっとっと、ところでおめえ、いびきをかくのか。しないわ、いびきなんて。いつも書いてんだろう。そうね、寝ると必ずしていたわ。え、嘘。やあリム、お前本当にヨイサーを瓶詰めにしたり木の上に吊るしたりしてねえのか。だから彼らが私を怖がってるのは本当だけど、私は絶対にそんなひどいことしてないわ。そう、となるとやっぱり何か裏がありそうね。あ、船本当に治ってる。おい、いたぞ、この先だ。この子かしら。リムに怒られたのを反省して木の上で1週間お昼寝してたっていうお猿さんは。そんな穏やかなエピソードじゃなかったぞ。こいつもなんかビクビク震えてるな。もう文句言わない、命ばかりはお助けって言ってるぞ。そんなことしないってば。あなたがリムの水晶を持ち出したの？いっさ、おいさ、いっさ。また犠牲者か。もうそんな話はいいから。その子は今どこにいるの？そいつ、デルコングの友達。コングの巣に行けば多分いる。だってさ、デルコング、もしかしてあの波をさらったやつのことか。アンキー、あ、どうしたんだ波。やっぱりね、ヨイサーたちは私たちをリムから遠ざけようとしてるんだわ。どういうことだ。理由はわからないけど、リムは怖いやつだって思わせたいみたいね。とにかく早く水晶玉を取り戻しましょう。考えるのはそれからよ。いいか、うるせえ、俺はそんなことしねえ。いいさ。リム、さっきの話もひょっとして。うん、私はヨイサーを瓶になんて詰めてない。セイウチが目を回して浮いてきたのは本当だけど。いや、そこは本当なのかよ。こっちでいいんだよな。おう、洞窟を抜けるや大猿の庭だ。あら、何かあるわね。さて、よし、ところに行くのはいいけど、また襲ってきたりしないわよね。心配すんな、今じゃあいつは俺の子分だ。ある、いつの間に。俺はあの後もあそ、よし、かかってこい、ゴムゴムのガトリンガー。準備 OK だ。
てのザンダーボルテンポ、俺はあの後もあそこへ資材を取りに行ってたからな。まあ何度か会ってるうちに自然にな。よっ、いじゃった。うひょー。後藤って波を救いに行ったの。ずいぶん前だよ。しっしっしっ、暴れるぞ。行くぞ。お、援軍は末期さ。ゴムゴム。火炎ピストル。末期。俺が。はあ。俺の体。そういや前はこっちまでは来てねえな。へえ、覚えてたのか。マリモにしちゃ上出来だ。ええー、てめえ喧嘩売ってんのか。あら、威勢が良さそうね。だらだら、俺も行く。ぶっ飛ばしてやる。授業にはちょうどいいな。行くぞ。ウルトラガリア。私たちは進まなくちゃいけないの。トレインタフルール、フリッ。ザンダーボルテンポ公開。修行の。あ。あら、何かあるわね。さて。よし。それにしてもフランキー、よくあのでけえのを古文にできたな。おう、付き合ってみるや気のいい野郎さ。船の修理も手伝ってくれたしな。待ってろよリム、お前の大事なもん絶対取り返してやるからな。私を助ける理由って、うん、やっぱり何でもない。いたぞ、ザルだ。あら、その後ろにいるコンビ、様子がおかしいわね。
ゴル1号くそ、俺の子分に何しやがる。もっといい名前つけてやれよ。お前がリムから水晶玉を盗んだのか。ボス、そのボスが何なのかわからねえけど、盗んだものがあるならリムに返してやれよ。だからそのボスってのは誰なんだよ。ルフィ、気づいてるか。ああ、こっちに近づいてくる。え、近づいてるって何が、何かここにやってくるの。ドウェイサー、ドウェイサー、こりゃまたでっけえのが来たな。こいつがボスか。水晶玉は渡さない、おとなしく帰れって間違いなさそうだな。こいつがリブの瓶から水晶玉を盗ませた犯人だ。ドウェイサー。おい、お前、リムの玉はどこにあるんだ。ドウェイサー。一瞬ひるんだぞ。でもダメだ、どうしても渡せない。リムと海賊を一緒にメモリアには行かせないって。どういうことだ、あの水晶玉がメモリアへ行く鍵なのか。そう、確かにメモリアに行くにはあの許しの水晶玉が必要なの。でもドエイサーが相手なんて危険すぎる。みんなすぐ逃げて、水晶玉はもういいから。でもあれがないとメモリアに行けねえんなら俺たちも困るぞ。他の方法を考えるから。あの玉はお前の大事なもんなんだろ。だったら簡単に諦めるなよ。ちょっと待ってな、リムちゃん、すぐに終わらせる。どのくらい力が戻ってるか試したかったところだ。練習台にはちょうどいい。みんな、お前の宝物は俺たちが取り戻す。やってやろうぜ。よし、任せろ。気迫セカンド。俺は諦めねえぞ。そっちか。危機急騰流アシュラ一武器。こいさ、やっと俺の出番か。待ってろ、俺は。こいさ、ドスフルール、グラップ、ウィザー、ウィザー、ディアブルジャンブ、フランバージュシャット、ドウィザー、ドウィザー、切り替えがありそうだ。ほら、これだろ。行くぞ、お前ら。サード、ゴムゴムのギガントピストル。これは一筋の、任せて。まだか。俺が、サード、ゴムゴムのギガントピストル。全員ぶっ飛ばし。悪くないわね。俺は、いつ、リム、お前の玉ってこれだろ。あ、ありがとう。でもどうして、こんなことをしてもあなたたちの力は戻らないわ。私は海賊のあなたたちから力を奪った。そのせいでしなくてもいい苦労をすることになったのよ。なのにどうして私のために良くしてくれるの。私には分からない。
そんなの決まってんだろ。困ってる友達を助けるのは当たり前だ。友達？そろそろ戻って次の準備でもしましょうか。それもいいが、腹減ったな。サンジ、飯！すぐに作ってやる。と言いたいところだが、食材を調達してからじゃねえとな。よし。よし、じゃねえよ。何食わせる気だ。私がルフィたちの友達。私が本当に友達だったらあんなひどいことしないわ。どうやらリムは怖がられているけど嫌われているわけじゃなさそうね。そうだな。ナミさんの言う通り、嫌われていたのはむしろ俺たちだ。え、そうなのか。海賊と行動を共にするリムが心配で、彼らはリムから水晶玉を取り上げた。I mean, we have been beating them up since we got on this island. あの水晶こそが不思議空間やメモリアに行く鍵だったから。なるほどな。鍵を奪っちまえば俺たちとメモリアに行けないようになるから。俺たち海賊からリムを遠ざけたかったってわけだ。リムが怖いと私たちに思い込ませようとしていたのも。目はいいやつらってことか。さてっと、リムの水晶玉も無事に取り戻せたことだし、アディオのところに戻りましょう。よし、じゃあ行くか。あら、何かあるわね。さて、actually, we have the time. This is a good place to wrap it up. I will catch you all in the next part. Thanks for watching.